はい、どうも皆さん、こんにちは。ひよのすけです。さて、今回もですね、毎週恒例のアップデート情報をですね、ご紹介していこうと思います。今週もですね、まあ、いろんなボーナスだったりとか、ね、新しいね、まあ、ファッションアイテムだったりとかっていうのがありますのでね、まあ、これを、まあ、紹介していこうと思います。そして、今回はですね、この動画の最後にですね、ちょっとですね、次回の大型アップデートですね、この時期について少しね、お話をしていこうと思いますので、皆さん、最後までご視聴いただければと思います。ではですね、早速行ってみましょう。はい、どうぞ。はい、ではまずはですね、今週のですねボーナス情報をお届けしようと思います。ズバリ今週のボーナス、このようになっております。はい、ドン。はい、ですね、戦闘モードプレイリストですね、この中の脱落者シリーズというものですね、こちら中身としましては、必中とかガンラッシュね、一撃やられてしまったらね、一発やられてしまったらもうね、そこで脱落というようなシリーズですね。はい、こういうものが集まったシリーズなんですけども、この脱落シリーズをですね、プレイするときに手に入る、マネーとね、経験値がですね 50% アップというようなね、ボーナスが今週1週間続きます。そしてさらにですね、この脱落したシリーズにですね、アビリティカードを装備した状態で、ね、参加するとですね、さらに、経験値の方が 30% アップということでね、アビリティカードを装備して、この脱落シリーズに参加してプレイするとですね、手に入る経験値の方がですね 80% アップというようなね、ボーナスになっております。ただちょっとこれ思うのがですね、まあ 80% アップっていうのはまあすごいなとは思うんですが、ただですね、やっぱりその、この脱落シリーズっていうのは、やっぱり一回ね、キルしちゃったらもう二度とね、敵がね、復活してこないということって、その、キルで取れる経験値っていうのが、例えば他のね、大規模戦闘とかね、とはちょっと違って少ないんですね。なので、まあ、8割アップっていう響きだけ考えれば嬉しいんですけども、まあ、ちょっとキルで取れる経験値が少ないので、まあ、大規模よりちょっとね、多いかなぐらいな、ね、感じでね、見ていただければなと思いますんで、まあ、ちょっとね、プレイしていただいて、皆さん比較してもらってね、経験値が儲かる方を使っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして次はですね、こちらになります。はい、ドン。はい、先週に引き続きなんですけども、今日の挑戦をですね、まあ、1日1項目でもいいので、ね、3日連続でクリアするとですね、はい、皆さんの、まあ、郵便局もしくはですね、金庫、こちらの方に宝の地図が1つ追加されますよというようなボーナスですね。こちらがですね、もう1週間、ね、延長になりました。なので、まあ、来週の火曜日までですね、はい、この間にですね、今日の調整をまだクリアしていない方で、3日連続でクリアしていない方はですね、1項目でもいいので、ね、3日連続でクリアしてください。そうするとですね、宝の地図の方がもらえますのでね、まあ、この機会を生かしていただいて、皆さんね、ぜひ宝の地図ゲットしてください。お願いいたします。で、以上はですね、今週のボーナス情報でございます。ではですね、続きまして、今週のですね、新しいファッションアイテムの情報を言ってみたいと思います。では行ってみましょう。どうぞ。はい、では続きまして、今週のですね、ファッションアイテムの情報に移りたいと思います。今週はズバリですね、新しく来たものは1点だけになります。こちらです。はい、ドン。はい、このストリックラウンドブーツですね。これはですね、まあ、ワニ革をあしらってあって、非常にごっついブーツになってますので、まあ、ワニ革が好きな方はですね、まあ、本当にマストかと思いますんでね、この機会に買うようにしてください。そしてですね、先週に引き続きましてね、こちらのアイテム、ドン。はい、羽根付きストーブパイプハット、アーウィンコート、ポータージャケットですね。そしてオースティンブーツの方がですね、まだ延長して期間限定で販売中になっておりますので、これ逃してしまうとですね、またカタログから消えてね、しばらく買えなくなりますんで、まだですね、買っていない方はですね、この期間に買うようにしてください。はい、以上でね、今週のファッションアイテム情報は終わりになります。では続きまして、今週の割引情報ですね、ディスカウント情報の方をご紹介いたします。はい、ドン。はい、では続きましてね、今週の割引情報、こちらをお届けしようと思います。まず今週はですね、銃弾の方がですね、割引が来ております。
はい、今週1週間の間、ピストル、リボルバー、リピーター、ライフル、ね、こちらの標準弾と、高速弾、そしてエクスプレス弾がですね、すべて 50% オフで購入可能となっております。はい、さらにですね、ショットガン、ね、こちらの弾薬ですね、標準弾の方と、まあ、スラッグ弾、ね、こちらに関しても 50% オフで購入可能となっております。はい、そしてですね、続きましてですね、今週はさらにですね、雑貨屋さんと盗品商で手に入るですね、タバコ類、ね、まあ、全部あげますと、葉巻、ね、タバコ、で、あとはですね、紙タバコ、ね、こちらの方が 35% オフで購入可能になっておりますので、まあ、こちらですね、普段から使ってる方はですね、この際にね、買いだめするのもありかなと思います。はい、で以上がですね、今週のディスカウント情報になります。そして今週もですね、引き続きね、スイッチプライム会員のですね、会員情報と、ね、アカウント情報とですね、このロックスターソーシャルクラブの、ね、アカウント情報をですね、紐付けていただくと、まあ、さらにですね、報酬が入るようになっております。でこのスイッチプライム会員につきましてはですね、まあ、有料サービスになるんですけども、まあ、詳細の方はですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、こちらで確認いただければと思います。はい、で、このアカウントを紐付けている方ですね、それか、これから紐付けていただく方、ね、特典としましてですね、これはまあ引き続きになるんですけども、まずはですね、コスチューム、ね、男性はタスマン、ね、女性はドナウというものが手に入ります。そして、荒っぽい感情表現のヨクも、はい、そして極めつけはですね、カルカノライフル、ね、こちらの方がランク制限なし、かつ無料で入手ができるというようになっております。そしてですね、今週は、先ほど紹介しましたディスカウント情報ですね、銃弾、あとタバコ類ですね、こちらの割引がさらに 10% アップということでですね、はい、銃弾が 60% オフ、そしてですね、タバコ類が 45% オフで購入可能となっております。はい、で以上がね、今週のディスカウント情報すべてになります。はい、ということでね、こちらがまあ今週のね、アップデート情報になるんですけども、まあ、ちょっとボリュームとしてはいまいちかなと思います。うん、やっぱりもうね、皆さんは次の大型アップデートにピントを向けてらっしゃるので、まあね、うん、まあ物足りなさはあるなと思いますね。はい、でここでですね、次の大型アップデートの時期についてね、お話ししておこうと思うんですけども、はい、まあ僕が睨んでるのはですね、おそらくですよね、これ本当予想なんですけども、まあ来週なんじゃないかなと思ってるんですよね。はい、でというのもですね、ちょっとまあにわかなね、理由がありまして、うん、最初に紹介しましたね、その宝の地図ですね、こちらがもらえる、まあ、キャンペーンといいますか、まあ、その期間がですね、まあ、今週いっぱいで終わるというところで、一つ区切りがつくっていうのもありますし、うん、これ以上ね、何か追加されるっていうね、ファッションアイテムに関してもね、もうこれ以上ないだろうっていうぐらい出し切った感じがあるので、で、まあ、先週まではね、アイテムがこう、いくつかまとまってきてたものが、ね、今週ブーツ1個に収まってるっていう現状もありますし、だから、もう来週はないんじゃないかなっていうような、うん、そういう内容できてると思いますし、うん、まあ、これ以上ね、経験値のボーナスもね、上げようがないと思いますしね、まあ、コンテンツ的にもね、もう今週が踏ん切りがつくような感じのね、コンテンツになってるので、まあ、来週来るんじゃないかなと思います。そして一部ではですね、まあ、9月まで来ないんじゃないかっていうような説があるんですけども、まあ、海外の方でリークなんていう動画を出してるんですけど、まあ、9月はね、まあ、ありえないと思います。というのは、まあ、前々からですね、まあ、ロックスターのアナウンスでも、もう今年の夏に来る大型アップデートっていう風に明言してますしね、何回も。っていうのもあるし、あとおそらくですね、まあこのまま行くと9月はですね、まあ9月の一番最後の週にはおそらくハロウィンが来るんじゃないかなと睨んでるので、まあそのね、折り合いを考えると、やっぱり9月に来てしまうとね、そのアップデートの間が短すぎるっていうのがあるので、いや、それはないんじゃないかなと思います。はい。なんで僕としてはね、来週かなと思ってますんで、ね、もし来週来なかったらですね、まあまあ来なかったなと思っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、この
今週のアップデート情報ですね。そして、まあ、大型アップデートがね、まあ、来週来るんじゃないかなっていうような予想と、まあ、9月はね、ないだろうというような根拠をね、ちょっと添えてお届けいたしました。はい。で、今後もですね、こういったレッドレッドオンラインの情報ですね、はい、公開していこうと思いますので、皆さん、ぜひぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、今回はこちらで失礼しようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。See you!